今回、紹介するのはリップマンシールの、キューブスリマンと言われるものです。こんな感じでですね、ちょっと1ページ紹介していきたいと思います。これですね、人気のあるこのレトロココ。これも本当綺麗なものだとかなり高額なものがありますね。これリップマンシールの面白いところで、ホログラムシールというのがあるんですけど、ちょっとこのように角度を変えてあげるといろんな表情が楽しめて、いいですね。いいシールが本当にいいものなので、これもかなりの高額のシールですね。またね、ヤマトバクシーなんかも。この頃のリックリマンシールは、本当、素材がしっかりしていて、天使、悪魔、お守り、セット、この4つの種類なんですけど、本当、素材がしっかり分かれているところなので、レア感もすごいあって、子供ながらに結構ドキドキしましたね。こんな感じで後半になるにつれて、ちょっと素材が大きくなってしまうんですけど、これはですね、いろいろな法律ができてしまって、そんな感じになっちゃったんですけど、それでもデザインはやっぱ素敵で、これなんか初期のこれですね。これがお守りです。これがピアマルカの進化形態ですね。こんな感じで結構初心者でも楽しめるものが多いので、いかがでしょうか。